チャプリーレディオ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。私神奈川大臣釣りくれます CEO しゃべりでございます。まあ CEO といっても個人事業主なんですけれども、ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、今日もね伐採の仕事、やらせていただきました。まあ僕はねちょっとクライマーとしてではなくてね、グランドワーカーとして、できることをお手伝いさせてもらったりとか、ちょっとね途中抜けることとかもあったんですけども、まあ素晴らしいね、あのお世話になってる、クライマーの方たちがですね一生懸命頑張ってくれて、一生懸命頑張ってくれて、なんとかね、こう順調にこう進んでいっているのかな、というふうには思うんですけれども、いやー、皆様いかがですか？最近どうですか？今日もね、日中はね、暑かったんでございますけれども、やっぱ夜になってくるとこう冷えてくるね、っていうふうにね、まあ、素直に思いたいな、というふうに思うんですけどもね。もう皆さんもね、どういうふうに、お過ごしされてるのかな、というのは、まあ疑問ではないんですけどもね、まあ思うわけなんですけどもね。うん、まあそこら辺でちょっとこう、まあ情報交換というか、まあ情報交換っていうほどでもないんですけどもね。まあ寒くなってきて、あと何よりやっぱ困るのがね、夜暗くなるのが早いですね。もう5時とか5時前にはもう真っ暗になっちゃって、片付けなきゃ、片付けなきゃってこう作業時間がやっぱどうしても短くなってしまったりとかすることがあるので、まあ、そこだけちょっとね、嫌だなーっていうふうには思ってるわけなんですけどもね。うん、まあなんとかね、まあ冬 の乗り越え方みたいなところが、こう、なかなかね、難しくなってくるわけなんですけどもね。まあね、ちょっとね、気合い入れて、これからやっていかなくちゃいけないのかなっていうふうに思いますし、まあね、ここのね、一週間を乗り越えれれば、もう次の週からはね、まあ香港にこう、初めてね、行くことにもなるわけですから、ちょっとね、怪我だけはね絶対にしないように安全第一でやってきたらなというふうに思うんですけれども、まあ今回のテーマなんですけれども、まあダイエットですね。これダイエット、ごめん話せなかった、ダイエットについての、お話でございます。ダイエットで私はですね、まあ痩せていこうよと、体絞っていこうよっていう話をしてたんですけどもね、いろんな人の意見をやっぱ今日聞きまして、なんて言ったらいいだろうね。結論から言いますと、今ね、今日食べたもの、朝は、あれはなんだっけ、朝食べたものは、生で、じゃあ、ゆで卵二つ。ゆで卵二つです。あと、お昼に食べたのは、スモークのサラダチキン、コンビニで売ってるやつと、あと、ブロッコリーの、漬物みたいなやつ。ですね。それだけしか今日食べてなくて、何が起きてるかっていうと、めっちゃ腹減ってるっていうところで、そうなんですよ。まあ、パワーが出ないっていうわけではないんですけど、すんげえ腹減ってんなと思って。いや、これ、皆さん、これどうしたらいいですかね？これ続けるべきなんですかね？まあ、一日にし、ね、ダイエットなんて一日にしてならずっていうふうなことは、もちろんあると思うんですけども、まあ、水はね、1リッターは飲んだかな？うん、1リッターはもう確実に飲んでて、またコーヒーとかね、ちょこちょこ飲んでるんですけど、まず間食を全くしなくなったっていうところが1個と、あと、まあ、晩飯こうね、何食べようかなーっていうふうに思って、今もう、19時半とかなんですけどね、時刻がね。そう。そうで、まあ、何が言いたいかというと、まあ、ダイエットしようかなと思ってるんです、絞ろうかなと思ってるんですってなった時に、パワー出なくないっていう話を、まあ、助言をね、受けまして、いやでも確かにそうだな、みたいな。パワー、いやー、米食いてーみたいな。今もね、思ってるわけなんですよ。いや、米食いてーなーみたいな。で、そうなってきたときに、いや、確かに米とかって食ってないと、こう、パワー出ねーよなーとかっていうの思ってて。いや、これ皆さんどうですかね？僕は人生で米を食べてきた人生でありますから、いや、皆さんどういう風に思ってるのかなっていうの思ってて、まあ、食事制限とかももちろん、ダイエットで大きく影響するのが食事なのでね、運動よりも食事だと思います。はい、痩せるとか体絞るとかっていうので一番手っ取り早いっていうのが、まあ、食事ですよね。食事で摂る、摂取カロリーは、1日だいたい平均僕だと2000何キロカロリーだと思うんですけど、1分間とか1時間とかウォーキングしてから何キロカロリー消費できるかって言ったら、だいたいまあ、30とか20とか言ってそれぐらいなんですよね。そう、結構強い負荷の運動をしたよねってこう皆さんこう思われるかと思うんですけども、実は案外カロリーっていうのは消費してなくて、でもさ、1日さ何千キロカロリーって食べないと
体に良くないよねっていう話で出てるじゃんっていうことで疑問をね思われるかと思うんですけど、まさにその通りで、体が満足に心臓を動かして寝たり歩いたりとか仕事をしたりとかってする中で必要なカロリーっていうのはやっぱ高いんですよね。だからその分人間の人体っていうこの生命体をこう動かし続けるっていうのには相当なカロリーがあると、必要であるというふうに汲み取れるわけなんですけども、まあ、そのねカロリーっていうところをこう下げる、摂取カロリーを下げると今まで貯蓄してきてたこう脂肪とかがこう体の中に僕にもねもちろんありますから、脂肪とかまず糖質が減らされていってそこから脂肪に切り替わるらしいんですけど、そういう風なことがあるみたいでね、そうだ、そのタイミングまでを糖質抜いたりとかしていかなくちゃいけないかなというふうには思ってるんですけど、ただねなんて言ったらいいんだろうな、パワーがやっぱ出なくなってくる、やっぱ倦怠感とかがあるみたいで、糖質カットで過ごしていきましょうよってなってきた時にやっぱりね倦怠感とか体の疲れとかっていうところが出るみたいなんですよ。で、体の糖質っていうところをエネルギーに変えるっていう脳みそがずっとそれで働いてるわけで、そっから糖質がはい消えてきました、ガコンってなった時に脂質をエネルギーに変えていこうよっていう風になるらしいんですよ。そう、これがね、金森さん式ダイエットだったかな。金森さんっていうすごいダイエットとかそういうのに成功された方がいらっしゃってて、その人が、推奨してるような、有名な方で言うと、かまいたちの、かまいたちのこの、誰だっけ？山内さんとかが、こう、痩せられたダイエット方式らしくて、やり方としては炭水化物と糖をもう取らない、抑える。で、ただ脂質とかそういったものは取ってもいい。だから牛肉とか豚肉とかそういったものは取ってもいいですよみたいな。で、オイルも取ってもいいですよみたいな感じ。でもお菓子とか砂糖とかジュースとかそういったものがもうメインで入ってるようなものとか、あとお米、そういったものをもうカットしていくみたいな感じでダイエットしていくらしいんですよ。で、そうなっていくと、さっき説明したように、糖質の方の体の方から、体にある糖質から、どんどんエネルギーとして、消費していくから、それをこう、どんどんこう、糖質をカットして、糖質を、エネルギーに変えて、やっていく生活をしていく中で、ダイエットの中で、糖質が入ってこないわけですから、糖質が入ってこないけど、エネルギーがどんどんこう、使っていく、なくなっていく、なくなったって中で、次、脂肪をガコンってこう、脂肪をじゃあエネルギーに変えますよっていう感じで体が入れ替わるらしいんですよ。切り替わるらしいですよ。で、その時に、初めて、脂肪とかがぐんぐんこう、なんて言うんだろうな、減っていくっていうような感じで、2ヶ月で10キロ。まさに僕が目標としてるキロですよね。2ヶ月で10キロ痩せるらしいんですよ。そう。っていう風な話をしてて、本当かなーとかっていう風に思うんですけどもね。まず、今日はその1日目でね、ちょっとやってみてはいるんですよ。糖質と炭水化物をカットするっていう意味でね。でもね、めっちゃ腹減る。極端すぎるかもしんないけど、すんげー腹減ってるんですよね、今。そう、まあ、朝ね、もうちょっと食べた方が良かったかなっていうふうに思うし、まあ、逆にね、牛肉だったりとか、ステーキだったりとか、そういったものは食べてもいいみたいなんで、そういったものにちょっとこう食べようかなというふうに思ってるんですけど、めっちゃ腹減ってて今、サラダチキン1個とブロッコリーの漬物みたいな感じでこうお昼ご飯終わらしちゃったから、そりゃ腹も減るよなというふうには思うんですけど、いやーこれね続けるべきなのかなって思っちゃうんですよね。やっぱり力仕事はあくまでもやっぱしてるわけですから、人よりもやっぱ消費カロリーっていうのが多いわけで、そこに対してこう感じの時にこう力がこうグッて出ないっていうのもちょっと微妙かなとかっていうふうに思ってき始めちゃっててね、自分が。そう。まあもともとお酒も飲まないし、タバコも吸わないっていうところもあって、まあタバコは関係ないんですけど、お酒はね、かなりカロリーが高いものでもあると思うんで、まあそういったもので、ポッキーとかね、チョコレートとか好きなんで僕、菓子パンとかも好きだったから、そういうので食べてたんで、糖類とか、そういったところでかなり取ってたわけですから、まあ糖のエネルギーをかなり僕は吸収してたわけなんですよね。で、お米も食べてたし、
炭水化物っていうのもかなり取ってたわけですから、まあ、あの焼きそばとご飯を食べちゃうようなそういう人間なんで、あの関西人とかあったと思うし、お好み焼きとご飯とかね、そう、そういうのもあったりとかすると思うから、炭水化物とかっていうのも糖質、そういうのかなりこうガッてやって、だからご飯食べたらすぐ眠くなっちゃうんですよね。糖質が、血糖値上がっちゃうから、インスリンが出て、そう、そういうのもやっぱ良くないから、かなり体を抑えて、やっぱり糖質はカットしなくちゃいけないよねってこう感覚ではね、あの思ってて、そう、だからちょっとね、どうなのかなーっていうふうに思うんですけど、ちょっと皆さんに意見を聞きたいというか、そう、健康的に痩せるためにはこうね、食事制限とかっていうのもあるんだろうけども、まあ無理してね、そこまでこうなんか お米を一切食わないとかね、甘いものを一切カットするとかっていうようなことをこう無理してこうするわけでも、1週間に1回はいいんじゃないのかなとかって思ったりとか、なんかこうこのままでいいのか、確か痩せそうな気はするんだけども、腹減って腹減って、仕事に力が入れないわけじゃないけど、これで本当にいいのかなちょっと思ったりとかもしてるっていうような感じはするんですけどね。皆さんもいかがですかね、どうですかね。ちょっとまあすごいラジオとしてはね、かなりこうちょっとしょうもないラジオになってしまうんですけども、まあ強みとしてね、自分の体をこう使っていくような仕事でありますから、もちろんね、知識としても技術としても卓越したものになれるっていうのはもちろんいいかなというふうには思うんですけども、自分の体はこうやっぱりね、100% 使って表現していく仕事であるんで、そこのね、この妥協ではないですけども、したくないというかね、うん、強く、たくましい体で、作業していきたいなというふうには思ってて、そうなんですよね。そうだから、ちょっとね、今もね、本当にラジオでこうね、10分ぐらい今多分話してると思うんですけど、かなりもう腹ペコで、そうで、牛丼とか大好きなんですけど、実は牛丼ってね、一番太る組み合わせらしいですね。やっぱり糖質のオンパレードみたいな感じになってて、だからそれも良くなかったかな、良くなかったのかなとかっていう風に思いながらね、こうこの前ね、そうだから体重計乗ったら82キロでやっぱ重たいんですよね。82キロって175センチで82キロなんで、だいぶ重たいんですよ。そうだから、それをこうね、72キロぐらいまではこう絶対下ろしたいなというふうには思ってるんですけどもね、そうなってきた時の自分のその活動の仕方っていうのがどこまでこうね、変わってくるのかっていうのがこう、まあ答え、まあ一回なってみないとわかんないよね。ね。確かに学生の頃はね、陸上しててこう走ったりとか飛んだり投げたりする上で、それ以上重かったらやっぱ支障がね、出てくるわけなんですけども、ただまあ、このね、業界の仕事をやっていく中で、本当にその自分のその70キロとかのその時代の、体作りで果たして満足に仕事ができるのかって言ったら、そういうわけでもないかもしれないですよね。そう、ツリークライミングのその木の中の木の上の動きとかだけで考えると、やっぱ軽かったりとかパワーがあったりとかバランス感覚があったりした方がいいのかもしれないんですけど、ただね、それをね、全体的なまあ、リギングロープとか材を持ち上げるとかいろんなことをこう考えた中で、果たしてそれがベストだったのかっていうと、そうじゃなかったかもしれないしっていうところも、なってみないと分かんないんですね。あるかもしれないんでね、ちょっとそこら辺はね、考えていきたいなというふうには思うんですけどもね。なのでね、ちょっとね、本当にちょっとこれ痩せてもいいのかなとかって思いながら痩せようと思ってるっていう、次第なんですけども、皆さんはね、ダイエットされた方、ダイエットされたことがある方いらっしゃいましたら、ちょっとね、ぜひね、感想をお聞かせいただきたいんですけどもね。ちょっとね、ちょっとまあ今日も体重計乗ってみてね、寝る前とかにこうね、朝起きてからの方がいいのか。明日の朝ね、起きてみてもこれ多分2キロぐらい痩せてんじゃねえかなってぐらいもう空腹で。やばいですよ。で、今日のご飯もね、もう決まってるんですよ。野菜スープと、あと鶏胸肉を炒めたものをこう食べて、やる感じですね。あと、サラダですね。炭水化物をちょっと抑えてね、やっていこうかなというふうに思ってるんで、まぁ、ちょっと食べてもいいのかなと思うんですけど、バランスよくね、食べることがいいとは思うので、そんなに完全にね、炭水化物とか糖質をガンって抜くと、やっぱりまあ良くないとは思うし、そう。低血糖とかにもなっちゃったりとかもしかねないんでね。なのでね、そこら辺のところちょっとね、こうね、バランスよくやっていければなというふうには思うんですけどもね、なんかこういい方法があればなというふうには思うんですけども、まあ食事制限をしてしっかりこうね、余分に糖分とか取らずにしっかり運動すれば健康的に痩せていくとは思うんでね、
そこのところをこう実行していけたらなというふうに思うんですけども、っていうところで、ちょっとね、ダイエット1日目の個人的な感想なんですけども、腹が減って仕方ねえ、これでいいのかなっていうラジオでございました。ごめんなさい。めちゃめちゃ内容がなくて、ごめんなさいね、本当に。またね、明日とかはね、ツリークライミングのことについて話せればなというふうに思ってるんですけども、今回はね、ちょっとまあ、ダイエットについてこう話させていただきました。はい。まあね、こういう感じでね、2024年も終わりに近づいてまして、2025年の仕事のね、話もちらほらまあ出てきましたよということでね、皆様とね、2025年も新しいね、1年こう目標向かって頑張っていけたらなというふうには思うんですけどもね、はい、そういう感じでもうちょっとね、ダイエットっていうところに、おいてはですね、2025年も全く目標なのでね、もうチャブリンはね、新しい新年迎える準備を、今からね、着々と準備進めてますよっていうことでね、やらせていただいております。はい。このラジオは平日の月曜日から金曜日朝6時から YouTube チャンネルでラジオ形式で放送しております。また、概要欄にありますインスタグラムですね、私に対する、ラジオに対する、コメント、または話してほしいテーマ、または、お仕事のご依頼などですね、もしありましたらぜひ、よろしくお願いします。またこの YouTube ラジオチャンネル登録コメントグッドボタンぜひよろしくお願いします。この YouTube チャンネル、1000人を目標にひとまず頑張って、おりますので、あと、140人程度でございましょうか、ね、もう少しというふうに、迫ってきておりますので、来年の3月ぐらいには、達成できたら嬉しいなというふうに思ってますので、ぜひねよろしくお願いいたします。はい。それではまた次のラジオでお会いしたいと思います。いや本当に腹が減ってきてね、もう話す内容が本当定まらないぐらいちょっと腹減っちゃってるんで、もう早くねスーパーに行って今日の晩ご飯買ってね帰りたいなというふうに思うんですけども、鶏胸肉ね、もうねお腹減りすぎて口も回んなくなってきちゃった、鶏胸肉がっつきたいと思います。それではまた次のラジオでお会いしたいと思います。それではまた次のラジオでお会いしましょう。次のヒメネルレッツゲロン、さよなら。 See you next time. Bye bye.